を切れば服を切るように一つの門紙がありまして、そこへ穴がこう開いてますけど、その穴の開け方で一つ上がる、二つ上がる、そういうふうなあれになってるんですよ。だけど、私のあれですよね、こういうの見せるには、あんなでかい機械が持ってきられないんで、まあ、この上は機械でやるっていうんで、まあ、それを動かすのにはこうやって、やった方が、いいんじゃないかと思ってね、まあ、こんなことをやって、まあ、皆さんに見てもらいたいとね。ですが、例えばこれを足で踏むこともできるわけですよね。これずっとこう下ろしてくれる。そうです。そうそう、これがこういって、これをこうやってここで、したよね。それと車か今あのこれを入れてみると絡んだのがよくわかるだろうって。一本って入れてね、これ横にとってみてんでね、はい、感覚あの上げて折ってみてくれる。それほら、はい、見てわかるから、ね、はい、ここで寄るってね。はい、黒い太い糸でもね、はい、でこれで一回はめていただいて、はい、はい、で絡みましたね。絡んで、はい、万年筆入りの、じゃあもう一回やっていただけると、はい、どういうか絡んでるのが分かりますか。見てください。もしあればこれで、うん、このメガネで見てください。どうぞ。これで見てください。どうぞどうぞ、いいですよ。これで見てもらえばどういうふうに揺れてますか。メガネで、それだとね、ただね、織り物っていうね、織り裏になってるでしょ。ね、そうですね、織り裏だからね、どうしてもその、それは織り裏になってるからね、織り表。よくわかるわ、これやら、うん、メガネだ。じゃあちょっとね、これ、閉じてみましょうか。おこれ、落っこっちゃった。大丈夫です。これを、ここのとこがよくわかるでしょ。ここが。これ取っておきましょう。今度は動きますから。じゃあポッケ入れていきますか、はい、これ見てください。こういうふうに揺れてます。これは今までのこっちは折り裏だから分かんないですけど、あ、こういうふうにね、はい、どうぞ見てください。じゃあこれでもしあれでしたらメガネで、あのボールペンでもね、折り裏になっちゃうからどうしてもね、折り裏だと上ぶちって持ち上がって、こっちもぶちって持ち上がって、上からこう揺れるんじゃないですか。ね、ほら、折り裏だから持ち手がこっち来ちゃうんだよね。近いこういうね。ね。だから今外してね、裏表の方を見たい。うん。そうそう、赤い糸でね、こういってるから。うん、折り裏ですよね。だから裏から見るからここへ横糸がこうして横糸にかかって抜いてこっちとかへ取り込んで、それは取り込んでってこう出てたりとかね。だから初めてそうやって見てもらえばもじれてるっていうのが、ダメだ。
ブースが持ち出てるでしょ、はい、それでこっちは琥珀織りになってます。琥珀って7個っていうのね、日本中と上がったり降りたりしてるわけです。それが7個織りってなってるわけです。どんな組織でも織れるんですかね、うん、だから絡み織りと、うん、他の平織り、下織り、うん、だから手数織りなんかも全部組み合わせで、うん、だからこの、マネギをね、うん、何本も使ってやれば、うん、だいたい錦地も折れるわけです。錦地、うん、後でお話していただこうと思いますけど、あちらに置いてあるものもみんなこれの、うん、そうです、ここでちょっと皆さんにちょっとまず展示したものを見ていただいて、それでまたね、さっき休憩取れなかったから15分から休憩したほうがいいでしょうか。これが昔大島の社ですよね、マムサキの、うん、そう偉い人ってことね、38年頃そこらね、これマジョリティも、うん、これ、ね、始める時ね、あれなんですよ、なんとかこういうもんができねえかって言われてね、モノマネに豆さんって言ってね、まだだからね、この商売やって小僧頃だよ、うん、じゃこうやってやってしんちゃんとやった、うん、そしたらここのところまでやってね、それがかまど門前でやったんだよ。こんだけやったらね、こっちが合わないんですよね。それで豆うだのね、あれが親方の時来て、それからターちゃんって言われて、ターちゃんがこんなんとこんなの変なのこしゃいだなんて言われてね。それで出来上がったのがこれなんですよ。これ普通車なんだね。うん。それでね、この、縦ね。だから十分でも縦を組んで、うん、横は横で別に打って、そう。それで十分で作ったら気候作ったり、うん。だからこっちがね、気候で ね、やったんですよ。これがもうね、38年頃ね、お飯屋さんが、全盛期の頃ね。そんなんで、たまたまうちにね、そういうんで、うん、そういうんでね、せっかく苦労してやったんだからってね、それで、他社の時はなんてね、それも、これ、豆宇田さんっていうのね、天神町の、うん、西坂田ですか、うん、そうですね。だからまあ、こういうね、なんかもう、ひじゃくでね、それでこれがね、神主さんが来たりないかする、方位っていうね、うん。これが、うん、これが封印の柄で、これがね、これなんかみんな、うん、そうなんですよ。これがやっぱり、京都ですか。それのあれでね、これも確か向こうからサンプルが来て、ちっちゃい、うん、そうそう、もともと神主さんが来たりね、なんていうの、あれかぶってチャランチャランでやる、ね、アイスが切るあれで、だからこれとこういう正解なんてもね、これも折ってね、あれもさ、うん、じゃあサンプル、ちっちゃいサンプルを見て、もっから来るのは、これなんかはね、これなんかはね、こういうものは実際に着て箱入ってでもボロボロの服を持ってくる、服じゃなかった着物を持ってくるんですよ。そうするともう箱を入れてちゃんと縫って着物だからね、ほぐすことができないから、ボロボロになってるところをこうちょっと見て、糸はどういう糸だなんだっていうね、それで分解してまあ二体にやってくれっていうんでね、それでほって向こうに残ってると同じようにね行けばあれだってんだよ。そうですよね。下ごしらえで決まるものっていうのは何なんですか。現在うちなんかでやってる場合にはやっぱり社系とはね、うちで企画して木屋さんこういうんでこうですからってんだよ。こっちからこっちに行く場合に。ほとんどじゃ下ごしらえで決まっちゃいますよ。
それで切るのには地口はこういうふうに切ってくれ、ああいうふうに切ってくれとね。現在のところはそうやって、まあ、この畑屋さんなんかもほら、思うように文句屋さんがいますもんね。だからそういうところで、地口はこういう切り方で、ああいう切り方でって言うね。これが紬八寸って言うんでね、これなんかも紬を使って、まあ、こういうところも目立つように、まあ、荒くやったりね、うん、荒くやったり、まあ、いろいろなあれで、組織をいろいろ組み合わせてる、うん、そうですね、だからいろいろ組織の組み合わせたのが向こうにもね、うん、これここでここ糸はここで帰ってる、ね、これはあの縫い取りでね、ここ、あ、これ裏ね、あれですよね、ここでこうやってね、ここで縫い取ってやりますから、うん、こうやってね、綺麗に縫ってるのね、うん、こうやってだからどうしても小幅じゃないとね、これは、うん、ね、難しいんですよね、それで玉糸かないかでこうね、あれして、はい、これはね、二枚ふるいで折ってるんですよ。上と下のふるいで同時にこう、うん、二枚でね。現在のあれは肩ふるいって言うんでね、下からこう寄ってますけど、これを同時に上と下でバサッとこう。口がいたところがパッといってサッと戻るわけだからこのもじりは上から見しても下から見ても同じもじりになってるんですよ、こうやっても。あ、それは上下部類だ。うん、これだね。うん、肩部類と二枚部類の違いって一番変わるのは何が違うんですか？二枚部類だと細かい芸ができないんですよね、上の二枚部類でね。だけどほら森秀さんなんかも随分ね、二枚部類でやったら差し出しかできないっていうあれだったんですよね。小分か差し出しぐらいでね、うん、見たようでしたけど、うん、シャノメが綺麗ですよね、うん、ジョブ類は、うん、細かいことはできないけど綺麗に折れるっていう、うん、だから二枚部類の場合には小分かだとかないかっていうのはなかなか大事だもんね。あれ倉庫で動いちゃうからね。ちょっと向こうのサンプルも、これが、こちらへのが大体、まあ、こっちがネクタイなんですけどね、これがやっぱり二枚部類で、これはネクタイのあれで、これが袋になってるんですよ、こうやってね。袋、はい、ね、普通ですね、うん、こうやって柄で止まってるんですか？うん、柄で止まってるんです。前に小堀さんの時見せてもらったのも、あれも普通ですか？赤と黒で表裏で。でこれはほら差し出しってんでね、あれなんですよね。でこれがさっき言った二枚部類のね、あれで二枚部類でどこまでできるかってんでやってみて、これがあれなんですよ。帯でね、2枚部類でやったんですよ。2枚部類で紋章ですね、うん、それなんで、だけど今言って2枚部類ってなるとね、どうしてもこの、あれがなんていうんだろう、炉みたいにね、どうしてもこのとこ筋が減っちゃうんでね、うん、どうしても入っちゃうんでね、そこのところが 2枚部類は大ごとのところなんですよね。どうしても炉みたいにね、こう筋が入っちゃうんですよ。そうですね、うん、ここはなんとか縫い取りもね、これまでにね、したんですよね、二枚ぐらいで。